はい、ヒルビール放送局映画は大人の教科書。今日も LGBTQ クリアのマコネーと一緒に今週公開。グルーゴールデンウィークスタートですね。ゴールデンウィークを楽しみにしている皆さんに今日のおすすめの、今週のおすすめ映画を一緒に見ていきましょう。このポッドキャストでは新潟県長岡市にある TJOY 長岡。 まあ、シネコンですね。シネコンの映画館の、えっ、ー、と、最新情報を中心におす、おす、あの、お話ししています。なので、まあ、他のね、地域の映画館の情報は、ごめんなさい、出ていませんが、まあ、大体ね、メジャーな映画は網羅してますので、ぜひ最後までご、お聞きください。 で、この映画情報は、なんですけどね、えっ、ー、と、Facebook にある長岡市グループというものがあります。そちらに、えっ、ー、と、ポストすることを前提に、えっ、ー、と、収録させていただいています。えっ、ー、と、毎週、えー、10、毎週金曜日の15時にアップする予定になっていますが、さあ、今週の映画も早速見ていきましょう。今週はまずこちらです。個人的には、ものすごく大好きな分野なんですけども、 はたはたまた、どんな、なると、<laughs> 今日口回ってないねまあまあのんびり行きましょうさては番ははのははこちははい今週は本目の映画はは劇場版東京 MER 走る緊急救命室テレビドラマであった たんじゃなないかな実は私、テレビも一切見ないので、テレビであったかどうかわかんないんですが、このね、えっ、ー、と、MER、そう、うんと、多分ね、昨年の11月ぐらいから、まあ、半年近く予告編が流れてったと思います。 私ね、こういうね、パニック映画、<laughs> 大好きなの。リアルにありそうなというかね、ま、あの、このさ、東京 MER が、まあ、そもそもパニックドラマかどうかちょっとね、私ね、ドラマ見てないからわかんないんだけど、ま、あ、うちのお母さんがね、えっ、ー、と、看護師だったということもあって、まあ、ちっちゃい頃からね、医療関係のドラマは、ま、あ、お母さんと一緒にいっぱい見て、私はね、医療系のドラマ、ほんとね、あの、有森彩子先生から、 そう、ドクター X から、もうほんと、大好きなんですが、あのー、そうですね。これは、まあ私は全然見てないんです。<laughs> まあもうあの、20年ぐらい前からテレビ一切ない生活してるので、まあどっかでね、あのー、外でね、食事した時にちょっとテレビ見るかぐらいな感じで、まああの、家にはテレビがない生活、 ねずっとしてるので。まあ、TVer で見るか。まあね、話題のドラマとかは結構 TVer で見たりとか、まあ随分後になってから Amazon プライムで見たりなんかすることはあるんですけど、基本的にはテレビと無縁の生活をしてます。なので、テレビドラマっていうものが今どういうものが流行ってるかっていうのは <laughs>、基本的にあんまり知らないんですけども、えっと、これね、予告編は本当ね、 あのー、私、映画館に足を運んだ頃からやってたので、まあ、何度も見ました。はいまああのね、東京 MER の内容は、さておき、このね、<laughs> このね、ドラマ自体、このパニックドラマ自体はね、ものすごく大好き。うんまあ、横浜にあるランドマークタワー、そうですね、真っ四角とも上から見ると真四角なのが、私が横浜を住んでた頃にはもうできてたし、 そうだろう。もう、もう2、30年ぐらいになるんじゃないかな。横浜の、ほ、うんと、ベイエリアのね、えっ、ー、と、もう象徴的なランドマークタワー。まあ、新しいビルとは言わないんですけども、まあ、なんつうんだろうね。あの、新しげなビルには見えないというか、なんかね、ちょっと変わった形だよね。<laughs> 桜木町駅から、あの、東急東横線の桜木町駅から、歩いて多分、動く歩道なんかも当時ついてたから、 まあ今はどうかわかんないけど、歩いて、まあ10分もしないで行けるようなところにある、まあダーッと高い、あのー、真っ青な青に入るような東京ランドマークタワーなんですけど、まあそこでね、大規模な事故が発生したっていうシチュエーションの中で、えっと、急、あの、助けに行くか行かないかっ,たっていうようなお話、も緊張感もバリバリのね、まあ映画予告編です。 もう私ね、もうそういうもう医療系がかかの、命がかかるの、もパニック起こりの、そうしてなんかうんともしかしたら現実にあり得るというようなお話は本当好きで、なんて言うんだろう、あのもう、あの、なんだろうな、予告編見てるだけドキドキするっていうかもうあの、 まあ、ね、まあ、最後は多分さ、みんな助かってハッピーエンドっていう感じで終わると思うんだけどね。まあ、何人か助からない人も出てくるかもしんないけど。うん。まあ、そういった内容で、あの、私はほんと、あの、何度も言いますけど、この映画ね、ぜひ、ぜひぜひぜひ,ぜひ、ほんとに、見たい。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 そう。 <laughs> でもね、でもね、でも3年間の本当十16時間断食にで決まった30年間は映画を見ないっていう,もう心の約束を守るために、まあこれはね、まあ、ぜひ早々アマプラで、アマプラで、アマプラだったら前見てもいいかななんて思ってるマコネです。まあ早速解説をしていきたいと思うんですが、えっとオペ室搭載の大型車両 ER カーで事故が、事故や災害現場に駆けつける えっと、特命医療チームの活用を描いたテレビドラマ、東京 MER 走る緊急特命室、ん特命室の映画版。横浜ランドマークタワーで大規模な爆発事故が発生した。数千人が逃げ惑う未曾有の事態に落ちる中、東京知事直轄の特命医療チーム、東京 MER のチーフドクター、北見は一刻も,も早く現場へ向かうべきだと主張するが、厚生労働 によって新設されたエリート集団東横浜 MER の、えー、と姉妹チーフは安全な場所で待っていなくては救える命も救えなくなると正反対の意見をぶつけるそんな中地上70階に取り残された193名の中に北見の北見と再婚し妊娠中の千秋もいることが判明するさてどうなるんだろうっていうあれまだ、あ、この先もあった <laughs> あとはキャストとかですね。まあね、えっと、鈴木亮平くんが、まあ主人公なんだけど、まあね、えっと、なんだろう。<laughs> そう、あのー、私ね、鈴木亮平くんちょっとね、あんまり得意、好きじゃないというか、なんかね、耳だけ大きくな見えてさ、なんか、あの、えっと、昔のさ、あの、だっこちゃん人形に見えない <laughs> <laughs> そう。まあ演技派のね、素晴らしいあの、うん、と俳優さんですけども、うんと、ちょっと前に、えっと、ゲイの映画に出てたのかな。ちょっとあれは、あの、私がちょうど映画から離れてる時だったので、まあ、はっきりよくわかんないんですけども、まあ特殊な役柄も、プラス俳優さんですよね。まああの、私はあんま俳優さんとか女優さんに、あの、パッション、 感じないので <laughs>。まあ、さらっと流しますけれども。まあね、このね、あの、緊迫感あるドラマは、まあ、あの、本当劇場で、もう、爆発事故だからね、多分、ダーン、ダーン、ダーンって、もうすっごい音が響くと思うんですけども、あん中でね、見たら、ほんと引き込まれて、もう、ほんと最後の最後まで、あの、気が抜けない。 ハードなドラマじゃないかと思ってます。まあこれはね、私も本当に本当に早く、早くアマブラに降りてきてほしいなと思ってる映画なんですが、まあちょっと涙をぐっとこらえて、今回も、うーんと思ってます。そんなわけですね。あの、まあ、あの、ドラマでね、あの、時計 MER を見てた方は多分ね、あの映画版だったらぜひ行きたいって思うと思うし、あのね、予告編を見た方だったら、 まあ、見てみたいなと思うような、ほんとね、もう、心臓は静かにされるような、なかなかね、あの、最近見ない、あの、えっと、パワフルな予告編でしたね。はい。まあ、そんなわけでね、ぜひ皆さんね、足を運んでみてください。多分ね、このゴールデンウェイクにぶつけてくるので、まあ、どうだろうな。そう、まあ、ちょっと強烈なラインナップの中で、まあ、ゴールデンウェイクのデートがずっと映画っていう人はいないと思いますから、まあ、 タイミング的には幕戦必死って感じだけど、どうなんだろう。ぜひね、あの、うんと、一気長くね、あの、映画館で上映してほしい映画だと思ってます。はい。そんなわけで、次の映画は、うんと、全米では先週から公開されて、まあ、全世界はみんなそっちなのかな。ちょっとね、日本だけちょっとゴルクに合わせてるような感じなんですけども、まあ、 あの全米では、あれですよ。あのー、もう、えっ、ー、と、2位に対、2位にあのダブルスコアつけて、もうあの、一直線独占中みたいな感じの、まあ、すごい大ヒットになってます。はい。まあ、その映画はこちらです。ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーです。まあ、今更ね、えっと、説明の必要はないでしょう。 あの、スーパーマリオブラザーズのムービー。はい、リ、まあ、3、あの、えー、っと、3D、2D と 3D 両方ありますね。はい。えっとね、どこだったかなんーと、ユニバーサルが作ったんだったかな配給 <laughs> はい、キュア東方ですね。はい、ユニバーサルスタジオが作った映画だとったと思うんですけども、 まあ、私はね、えー、っと、1974年までの48歳で、えっと、スーパーマリオブラザーズが世に出たんだから、私はね、たぶん、小学校、高学年だと思うんですよね。まあ、それ以外にも、まあ、ファミコン、私なんかね、ファミコン、スーパーファミコン、プレイステーション、えー、っと、プレイステーション2とずっと、まあ、あの、 ゲームが今に至るまでの、ね、進化の歴史をあのずっと一緒に歩いてきた世代ですよ。ぶっちゃけ。はい。まあ、あの、うんと有名なねあの、ゲーム機対戦っていう動画があるんですが、まあ、ゲーム機対戦も本当、初期から現在に至るまで、まあ、全部、そうだった、そうだったとうなずきながら見れるぐらい、あのゲームと一緒に育って,て育ってきましたけど、まあねあの、スーパーマリオブラザーズが出る前にもちろん、 マリオブラザーズか、マリオが、あの、うんと、キャラクターに使われた、えっと、ゲームいっぱいありました。ドンキーコングにしろね。そう。私はレッキングクルーっていう、まあ、パズルゲームが大好きだったんですけども、まあ、そんな中で飛び出して出てきたのは、あの、ザスじゃなくてスーパーマリオブラザーズ。まあね、あの、2D の、あの、もう、本当遠くから見なきゃマリオに見えないようなさ、このあの、格ク,クのマリオが、まあ、右に左にジャンプに、海に潜りと、まあ、あの、うんと、 それまでほんと箱庭にあ、の中でやってるようなゲームの、ゲームだったのが、もうゲームの中に世界が広がってるっていうような、そんな感じの印象をすら感じた。まあ本当、あの時代にあのスーパーマリオブラザーズを経験できたっていうことが、まあ本当にあの、な,だろうな、まあドラクエもそうですけどね。 ドラクエもそうですけども、あの時代にこれを経験できたっていうのは本当にあの、ゲーム好きとしてはたまらなく、あの、嬉しいゲームの一つですね。はい。まあ、それぞれ各世代によって、まあ、スーパーマリオブラザーズも、まあ、あの、に、あの、えっ、ー、と、スーパーファミコンであったり、えっ、ー、と、ニンテンドー64だったりとか、えーと ds だとか、switch とか、まあ、いろんな形でスーパーマリオに、あの、親しんで来られた方、どの世代もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういうね、人たちが、見て、見て、本当に、あ、これが、これが映画になったスーパーマリオか、と思えるような予告編なんです。<laughs> <laughs> 引っ張り引っ張って予告編かって話なんですけどまあ私も当然ねまだね予告編しか見てないんですけど予告編はねほんとねなんかあのあの予告編はね私が見た予告編はクッパーと、まあ、ペンギンの国との戦いがさあ始まるぞというところの予告編なんですけどまあね <laughs> いやあのうんと昔々ね「スーパーマリオ」はねあの、うん、とハリウッドの映画で、まあ、作られてあの これは何だって言ったらもう本当、映画業界にあのゲームの映画化は絶対ダメだって言い知らせた、知らせ、知らせめたね、まあ、伝説のあのク想ゲー、ゲーム映画があったんですけども、まああれを知ってるだけに予告編を見たときにやっと、やっと私たちの知ってるスーパーマリオの映画が来たというふうな、本当思えるようなね、素晴らしい予告編なんですよ。 本当ね、なんか可愛らしい感じの。そう。まあ、そんな中で、まあ、全米があの、うん、と今大ヒット中ってなると、なんかね、うん、と日本であの公開されるこのスーパーマリオもね、あの映画もあのものすごく期待できるんじゃないかなと思っているんです。そう、本当に面白いんじゃないかなと思ってるんです。ただ、 人が入ればね <laughs>。いや、もちろんね、見れば面白いと思うんだよ。見ればきっと面白いと思うんだけど。まあ、これはね、あの、んと、ちょっと、ちょっと長めに、ちょっとね、あの、長め長めに、ちょっと上映していかないと、初週とカーンと日本で爆発ってことはないんじゃないかなというのは、あの、これに関しては、あの、昨日の、うんとね、昨日配信の、 m キャスでも、おととい配、ん違うな。昨日配信の分けありでも、おととい配信の m キャストでも、まあ、両方ね、なんか、触れたんですけども、ま、あえて触れるなら、まあ、ね、現在、あの、公開中の映画が強烈すぎる。うん。そう、どうしても、あの、このスーパーマリオブラザーズと見る対象が、なんか,か、被りそうな映画が多くて、そう、まあ、ヒットは、あの、 コナンですよね、コナン。コナンはもう相変わらず1位突っ走ってますね。はい。コナンも現在、えっ、ー、と、1位。2位が、えっ、ー、と、東京リベンジャーズ2。3位が、えっ、ー、と、ドラえもんっていうのが、まあ、世界、日本のね、工業成績順ですけども、ま、あその中にスーパーマリオが割って入ってこれるかどうかっていうのはね、ちょっと開けてみなきゃわかんないですよね、正直。はい。 まあね、まあその上、あの、来週にはね、あの、スーパー戦隊シリーズの映画が入ってたりとか、まああのね、ねあの、まあ子供たちに、あの、小学生、中学生に、どんとターゲットにしてるかって言ったらそうでもないんだよ、この映画。スーパーマンブレザーズ。だからって、それ以上上の世代にっていうと、あの、いや、こうなん、 コナン、リベンジャーズ、そしてスーパーマリオ、どれ行くって言って、デートで行くんだったら、まあ、リベンジャーズだと思うの。そう。デート以外で一人で行くんだったら、まあ、まあ、コナンかなって思うんだよね。そう。まあでも、まあ、コナンにぶつけ、コナンと東京リベンジャーズにぶつけないために3週目に、まあ、この週に突っ込んできたと思うから、まあね、スーパー、スーパーマリオブラザーズ、 ザムービーはぜひねうと、ドラえもんの次、ドラえもんを超えて3位ぐらいスタートになってほしいななんていうのが、まあ、正直なところなんです。はい <laughs> まあ早速ね、解説を読んでいきたいと思うんですが、解説はね、今日も、えー、と映画 .com の解説を読んでます。はいまあ、正直映画 .com の解説がすごくね、あのー、しっかり、あのー、要点を捉えてるなと。 そう、どなたが書いてるかわからないけど、まあ、数人で書いてると思うんですが私はこの、うん、と映画ドットコムのね、えっと、解説すごく分かりやすいなと思ってますはいまああの何て言うかな前前というか毎週映画見てた時は私ね予告編は映画館で見るけどもまああの解説とかは絶対ねあの見ないで、えっと、見,見てから読むみたいなタイプだったんですが今は皆さんのために こっそり読んでますなわ <laughs>、はい、けで解説。ザ・スーパーマリオザ・マリオ・ブラザーズ・ムービー。世界的人気のニンテンドアクションゲーム、スーパーマリオシリーズのシリーズを、怪盗グルー・ミリオンズ、シングなシリーズなどのヒッ,トてヒット作を手掛けるイルミネーションスタジオとニンテンドが共同でアニメーション映画化、イルミネーション創業者で怪盗グルー,グルーシリーズなどで シリーズなどを送り出してきたプロデューサークリス・メレダメ,メ,メレダンドリとマリオの生みの親である天堂の宮本シエが制作に名を連ねるああ宮本さんが入ってるのねまあまあそれはね多分あのあの本当もうマリオっていう感じのもうあの本当作り手が見せたかったマリオはこうだよっていうような映画になってるんじゃないでしょうかね そう。まあ内容は、ニューヨークで配管校を営む双子の兄弟マリオとルイージが、謎の土管に土管、土管を通じて魔法に満ちた世界に迷い込む。はあ、なるほどね。まあ土刊、そう、廃刊校が土刊の中に入ったら違う国に行っちゃったと。ああ、なかなかいい繋がりですね。で、まあ、うんと、 離れ離れになってなった兄弟は絆の力で世界の危機に立ち向かう。マリオとルイージに加え、ピーチ姫、クッパキノピオ、ドッキ、ドンキーコング、ヨッシーなど原作ゲームシリーズでお馴染みのキャラクターが多数登場する。なるほどね。うん。そう。 94分の映画ですね。94分ってことは、ま、1時間半。ちょっと短めかな、とか思うんだけど。まあ、あ短めってことは、まあ、ある程度ね、あの、お子さんが見ることを前提にして作られてるんでしょうね。そう。あどうかな。まあ、ぜひぜひぜひ、ぜひあの、うんと、ロングランを決め、あの、じわじわじわっと、いろんな方が見てもらえる映画になってみた、いただきたいな、と、えっ、ー、と、心の中で強く思ってます。まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、今週の3本目も、 まあまあ本当私たち世代がまあ本当はねよくぞお帰りなさいと言いたいような作品なんですが予告編見る限りうーんという作品ですねさあ何でしょうこちらです「戦闘ントセイヤザ・ビギニング まさかね、このタイミングで、スーパーマリオブラザーズと重ねてきましたか。セイントウセイヤーザ・ビギニング。まあ、以前から、あの、えっ、ー、と、実写映画化の噂はあり、まあ、あの、結構ね、実写映画化映画化って言われてて、まあ、映画化になかなか結びつかずに公開されない日本のね、アニメの映画って結構ありますよね。ハリウッドで作る作るって言われて。 そうえー、とガンダムでしょう、えー、と宇宙戦艦ヤマトでしょう、マクロスでしょう、まあ他にもあのいろいろ名前が、まあ、チラチラという情報が流れてくるんですが、まあ、セイントセイヤも、まあ、以前から実写映画化という話の噂はまはあちらほら流れていた作品なんですけど、まあつ,いにね、ついに実際に、まあ、映画になったということで、まあ、今週から公開。はい まあねあの、うんと、まあ、いっちゃなんだけど、まあ、コナン、さっきも出てきたけど、コナン、東京リベンジャーズ、スーパーマリオブラザーズ、セントセイヤ、これね、全部多分ターゲット層一緒よ。<laughs> まあ、あのど、どこ、どれもね、みんな、あの、うん、幅広く、もちろんお客さん、どんな、どういう方が見られてもいいように作られてると思うんだけど、 まあ、あの、想定されるメインターゲットとは、多分、みんな一緒だよ。<laughs> そう。あの、私たち40代、アラフォー世代にとってみれば、ほんとこの、セイントセイヤって、もう、青春の中にあった、そう。まさにコスモのきらめきだったんですよね。うん。まあ、セイントセイヤは、えっと、 リアルタイムで見てた世代はもうちょっと荒ーじゃないかな。で、まあその後の続編とか見てた子たちもまあ20代じゃないかな。20代前半ぐらいじゃないかなとか思うんだけども。まあね、ゲームで馴染んでる人もいるかもしれない。 まあその全部ひっくるめた中で、まあ、この映画が、まあ、日本人に受け入れられますかっていうとかなり微妙 <laughs> 正直ね正直ね正直ねあのノリはアメコミ映画のノリ <laughs> そう予告編見る限りうーん。 セイントセイヤファンだったら、そうもしかしたら見たくないかも、と <laughs> 思うような、まあ、予告編ではあるんです。はい。まあ、内容もね、ちょっとね、あの、アメリカライズされてて、まあ、そのままの内容じゃないんですが、まあ、早速ね、とりあえず、あの、ぐずぐず言う前に内容を読んでいきましょうかね。そう。えっ、ー、と、解説ですね。はい。テレビアニメでも、テレビアニメも世界的人気を博した、 車田正美原作の名作漫画、セイント聖夜をハリウッドのスタッフやキャストが集結して実写映画化、パシフィックリム、アープライジングにも出演した、サナダ、えぇ、ー、真,田真剣、んサナ、<laughs> 主演の方ね。そう、務めたバトルアクション。幼い頃に姉と生き別れた青年聖夜は、現在のスラム街、地下格闘、 上で戦いながらその日暮らしの生活を送っていた。ある日戦いの最中、不思議な力を発揮したことから、彼は謎の集団に狙われる、狙われる身となる。やがて自身の地にコスモという力が秘めていることを、生きること、そしてその力を鍛え、アテナの生まれ変わりである女性、シエナを守る定めにあることを知った聖夜は、その運命を受け入れ厳しい修行を重ねていくが、 ということなんですが、沙、ま、織、あ、さんが <laughs> シエナっていう名前になってるんですね。はいまあストーリーがまあどんな風に流れていくかというのは、ねまあ、予告編を見る限ぎり、まあ、ゴールドセイント編の手前ぐらいまでの話なのかなと思うんですがまあどうだろうね、あのー、どうだろう。うーん まあ、これ、ね、見たいって言われたら、微妙。<laughs> 微妙。まあ、前、あの、全部の映画を見てた頃だったら、まあ、まあ、当然見るよって、うん、見るよ、見たいよって思うけど、まあ、今はね、今、本当まあ、あの、うんと、今週見る映画なんか撮れか一本選べてやったら、いやー、ちょっと選ばないな。<laughs> そう、まあ、どこだろう。 あの私、このね、ポッドキャストでは、あんまりね、映画の批判っていうのはしないしようと、もう最初から決めてたんですが、まあ、どうだろう、あの、うんと、あの、まあ、中にはね、ちょっと、あの、どういう人に足を向けてほしいって、なかなか言い切れないような映画もあるんですよね。<laughs> そうそうそう。 まああの、映画の効果時間は112分なんで、まあ2時間弱ですね。そう。どうだろうかな。まあね、あの、うんと、セインとセイヤの映画は、まあ、車田先生がね、あの、作、あの、作りになったあの、うんと、えっ、ー、と、ハーデス編の、まあ、その後を描いたね、太陽神と、えっ、ー、と、セイヤが、あの、激突しようかっていうところで、まあ、 ちゃんちゃんって感じで、まあ、次回続くみたいな感じで終わった、まあ、映画があるんですが、私はね、あれの続編が本当に見たい。うん。まあ、現在もチャンピオンで、あの、週刊チャンピオンで、ま、クラマダー先生の、えっ、ー、と、セントセアのシリーズ続いてて、今は、あの、過去に飛ばされて、過去に、過去で、過去の245年前の聖戦を、 あの、聖夜たちの、聖夜の仲間たちがね、えっ、ー、と、聖夜を助けるために戦ってるっていうストーリーのやつがついてて、それはね、えっと、13番目のゴールドセントが出てきたりしてるんですよね。まあ、それも本当に、あの、面白いんだけど、まあ、あの、車田先生の話もね、あの、内容もね、まあ、あの、私が言うのもなんだけど、あの、まあ、 ねえ、もう他の人が描いてもいいんじゃないかなって思うところもあります。なんたってね、もう顔のキャラクターも、あの、クロスもあんまりあの、えっと、進めば進むほど、なんかバリエーションがみたいな、まあ、正直あって、はい。まああの、う、え、ん、っと、ぜひね、あの、今やってるシリーズも完結したら、まあ、あの、アニメで見たいなと思うんですが、 あの、日本のセイントセイヤファンが求めてるのは、実写じゃなくて、アニメじゃないかな。まあちょっと前に、あの、うんと、まあ何年、10年も、た10年ぐらい前だったかな。まあ、そんな経たないような気もするけど、まあフル CG のセイントセイヤの映画がありましたよね。あれは日本が作ったのかなどうだったかなちょっと忘れたけど。まあ、あれもなかなか、なかなか、まあうんと、なんだろうな んとリアルに近いクロスを模索すればそれほど、まあ、リアルっぽく見えてこない。もともと車田先生の,あのクロスのデザインはおもちゃと連携することを前提だから、まあ、ゲリアルすぎはしないんですよね。うん、まあ、で、アマゾンじゃなくてなんだっけんっと そう、フレックス、フレックスでも、あの、ま、あセイントセイヤ、あの、リバイバルしてましたよね。あの、フル CG で。あれも、なんか、旬が女性になってたりとか、まあ、ちょっとね、細々ごした変更もあって。なんかな、あの、セイントセイヤって、やっぱあの、CG じゃなくて、絵の方がやっぱ、似合うんじゃないかな、なんて思ってます。はい、ぜひね、あの、セイントセイヤの、 現在のあの、せ現在のあのアニメクリエイターの手で、まあ、もう一回あの、えっと、絵で描かれたアニメとしてリバイバルしとしなっていうのはまあまあまあ正直なところなんですが、まあこの絵がね、あの、うんと、まあ見に行かれる方、ぜひね、あの、うんと、 普段ね、感想を求めることはないんですが、ま、あ、感想を私は聞いてみたい。<laughs> まあ、そんなわけでですね、あの、うんと、せん、今週3本目は、セントセイヤー、ザ・ビギニングです。で、今週最後の映画は、こちらです。今週最後の映画は、中森明菜イーストライブインデックス h r 23ですね。 そう劇場用 AK デジタルリメスタリマスター版なるほどねー。<laughs> あのですね、うん、とこの映画は、まあ、デ,デジタルリマスター版なので、まああの、過去の、ね、フィルムで撮られたものをデジタルに、まあ、加工し直したというものだと思うんですが、この、ね、映画自体は、えー 全編 YouTube で無料で見れます。はい。なぜ断,然断言できるかというと、昨日、全部見ました。はい。もうね、イヤホンを、あの、イヤホンでね、あの、うん、とフルボリュームで、もう後から耳がキーンとすることでっかいボリュームで聞きながら、私、まあ、1時間半ぐらいのものなんですが、なんかね、あの、いろんなことを思い出して、 泣けてくるんですよね。そう。で、見終わった後にもう一度、私がね、大好きな加藤徳子さんが作った、あの、ナンパ戦っていう彼女が歌ってる曲があるんですけど、まあ、ナンパ戦を歌いながら彼女がね、えっと、引っ張れ、夜のヒットパレードの中で、まあ、あの、涙を流しちゃうっていうシーンがあるんですね。まあ、たまたまあの、YouTube でその動画を見つけて、 私はまたナンパ戦を彼女がね歌ってて涙を流すところを見ながら一緒に泣いてたんですねあれはね加藤徳子さんと一緒に出演してた時だったんですよねで加藤徳子さんもその涙流した彼女を見て加藤徳子さんもなんか上を見ながら涙が流れるのを我慢するっていうようなシーンが映ったりしてたんですけども まあうんとね、うん、ま、ああの、なんで言葉選んでるかっていうと、まあ言葉にならないというか、まあね、多分ね、あの、どの世代の人たちにも、その世代世代で、まあ自分と、自分を支えてくれた、あの、いろんな歌姫まあいい、あの、もう、ね、あの、アーティストがいい たくさんいると思うんですよ。まあ私だったら、まあ、X だったりとか、ブルーハーツだったりとかが、まあ、まあ、まあ私にとって一番最初の、まあ、歌姫は、そうね、X とかブルーハーツは一じゃないけども、まあ一番最初にあの、うんと、好きになったアーティスト、うん、まあアニメ以外のね、アーティストっていうと、私は、えっ、ー、と、小木目よう子ちゃんでしたね。だから荻野目よう子ちゃんが、あの、リバイバルヒットを、 あのダンシングヒーローでね、あのまた歌ってるのを見て、本当嬉しかったし、まあ、私の中でね、うん、のみ子うちゃん、本当かっこいい、もうダンスも歌もかっこいいなっていう感じの、まあ、大好きなあのアイドルだったんです。まあ、アイドルっていうかもう本当、あの、んと大好きなファンだったんですよ。 まあその子はまあ、あのー、もともとね渋いのが好きで、まあ、あのと小学生の頃からねあの中村雅俊さんとか、えっと、聞いてたしあの中学生になるとアルフィーとかアルフィーはね今でもあの現役バリバリで活動されてますけども、まあ、アルフィーもね今でも大好きうん。そうあの 今すぎない感じの曲だから好きなのかな <laughs>、まあ長渕剛さんとか、まあ、あの、感じで、私はね、尾崎豊さんは亡くなられたから知ったので、尾、まあ、崎さんはリアルタイムでは知らないんですけども、まあ、あの私たちの世代だったら、えっと、ボーイとか、ルナシシとか、えっと、爆風、爆風ストランプなんかも、あの、ドンピシャい来たりするんじゃないですかね、ビーズとかね、そう、TM ネットワークとか。 うんまあ、私によりちょっと上の先輩だとボーイとかね、えー、っと、いろいろあると思うんですけども、ね、うんと、なんだ、えっと、ブルーハーツも含め、そう、まあ、いろんな方が好きな方いると思うんですけど、私はね、えっと、アキナちゃんね、実は、あのー、 あの歌謡番組で、まあ、昔はね、音楽番組いっぱいあったんで、音楽番組で見るぐらいで、あんまりね、興味がなかったんです。はい、最初から。うん。ただ、あの、うんと、まあ、紅白とか、えっと、そういうの見てると、いや、いい曲だなって、本当にいい曲だなって、その当時は、まあ、そんなぐらいしか思ってなかったんだけど、ファンってことはなくて、あんまり興味なかったんですよ。でもね、 その後、私がね、あの、ニューハーフのお店で働いたりする中で、まあ、ニューハーフのお姉さんたちはなぜかアキナちゃん大好きな人いっぱいいるのよ。<laughs> 何なんだろうね。なぜかわかんないけど、ニューハーフのお姉さんたちね、アキナちゃん大好きな人、も本ほんと大ファンがいっぱいいて、なんか、 えっと、そのお姉さんたちの話を聞いてるうちに徐々に明菜ちゃんが好きになってきて、まあ、ショータイムでね明菜ああちゃんの曲を踊ったりしながらちょっとずつあの好きになっていたって感じなんですよねでまあそうまああの明菜ちゃんのね復帰の噂はまあ何度も出るし、まあ、何度も出ても、まあ、なかなかねえっと心身的なねあの体調があの。 ね、不安定だとか、まあ、いろいろな報道されますがまあ私はねあの、まあ、無理して復帰しなくても、まあ、穏やかなあの生活を送っててくれれば、まあ、いいなっていうふうに思ってます、はい、もちろん復帰してもらえば嬉しいけど、まあね、あの私あの加藤登子さんとか高橋真理子さんとかねあの私はずっと上の先輩たちにも大好きで中島みゆきさんとかね かでまあ、加藤時子さんもねあのたまにあの歌の歌ってるのを見るとさすがにお年を召したなとそう思うしあの高橋真理子さんもね歌あの最新の歌とか行くとさすがにねお年もお年だよなと思うけど、まあ、あの憧れの,の歌姫たちはねもう本当 声が稼いで出なくなってでも歌ってほしいなっていうのが、あの元気に歌い続けてほしいなっていうのが、まあ正直なところです。はい。まあその中で、あの、あの、後から知った、私にとっては後から知った、まあ、アキナちゃんなんだけど、このね、んと、このね、あの、映画、まあ昨日1時間半たっぷり堪能したんですけど、これを見ると、ほんとね、 本当、ほんとこの子がなんで幸せになれなかったんだろうって、本当、悔し涙が出るぐらい、いや、いい子だわ、と。まあ、本当ね、あの、うんと、岡山のお姉さんたちがね、あの、ニューハーフのお姉さんたちが、まあ、好きになるのは本当わかるそう、本当ね、あの、いや、この子とっても素敵な子だわ、って、うん。まあ、加藤時子さんがね、あの、うんと、 歌を提供したとかね、まあいろんな方がまあ素晴らしい曲楽曲を提供してるんだけどまあね本当にあのなんか愛さずにはいれないような子ですよね誰からも愛されるようなそうまあその子の本当もう伝説中の伝説と言われた、まあ、1989年の読売ランドでのねライブですからねそう。 確かね、あの、うんと、デビューして7、8年目の絶頂期ぐらいじゃなかったのかな。うん。まあ、その頃の、ノリに、油に海苔に乗った頃のアキナちゃんの、まあ、ライブ、映画。これはさ、多分、今回見逃したら、こんなに好条件で聴けることは、 放送もないんじゃないかな。まあね、あの映画会員以上にものすごい素晴らしいオーディオセットをご自宅に持ってて、えっと、まあ、いつでも聴けるってなれば、まあデジタル版なのでね、あの、DV、あの、うん、とデジタル配信なので、まあ、購入しようと思えば購入できるし、聴こうと思えば聴けると思うんですが、まあ普通はね、 まあ映画館、まあ、まあ私の身近だとまあ映画館で聞く音以上の映画の迫力で聞ける環境ってまあなかなかないわけですよ。そう。うん。となると、まあ、アキナちゃんの声を本当も大迫力のスクリーンと音で聞けるのはまあこれがもしかしたら最初で最後かもしれないっていうふうな 感じがするんですよ。まあもちろんどの映画も見逃したらもうなかなか映画館じゃ見れないよねっていう映画ばっかりなんですが、まあね、コナンとかだったらね、ワンチャンどっかでまた映画館で見ることもあるかもしれないけど、まあ、きなちゃんの映画は、まあ多分ね、今回見逃したら、まあ二度と見れないとじゃないかななんて思ってます。はい。まあ解説読んでみると、 中森明菜が1989年に東京ミヨミランドイーストで開催したライブ映像を 4K デジタルリマスターした劇場版。1982年5月にスローモーションにデビューした中森明菜。2枚目のシングル少女 A はヒット以降、次々とヒットを送り出し、彼女は一躍トップアイドルへ駆け上った。そんな中、そんな中森がデビュー8周年となる1989年4月。 2932読ランドイーストで野外ユニバーサリーライブアキナインデックス XX だからなんだっけ13だ 8th <laughs> anniversary を開催デビュー曲スローモーションから23枚目のえっとリアラ までシングル全曲、リアラーカップリング曲の、えっと、ブルーオンピンクの全24曲を構成されたステージはデビューから8年間の集大成的なライブとして高い人気を集めた中森明菜伝説のライブとしてとっても名高い当時のライブ映像 4K デジタルリマスターを施しスクリーンへ上映ということですねまあ,あの正直に言いましょうはい これはね、私ね、来週の水曜日見に行こうと思ってます。はい。まあ、あのー、3年間の16時間断食が終わるまで、我が家はまあ見ないというふうに心に決めてたんですが、まあ、あの、うんと、 細々としたね、まあ、りあとあの、ミニマムな生活してるんですけど、まあまあ、一ヶ月に映画一本、二本、三本、四本、五本ぐらいは、まあ見てもまあ、あの、合詞することはないだろう、みたいなぐらいの生活水準をギリギリ保っているので、 まあね、まあもしかしたら週1回ぐらい、週1本ぐらい映画見ても、まあ罰は当たらないんじゃないかなっていう,いうふうに最近ちょっと思ってるんです。まあでもね、週1本だけっていう決めると、まあなかなか選びきれなくて、まあ今週もね、あの、MER、本当に見たいと思うんだけど、まあ MER を見なくても、MER はね、多分あの、うんと、アマプラで見ても、まあまああの迫力はね、十分、あの、うんとね、 まあ、割合と大きいモニターで見れば十分じゃないかな、と思ってはいるんです。はい。まあでも、ハキナちゃんの、これはね、いや、もう、本当見に行かんばなんないというような、なんかわけわかんない使命感があって、あのー、まあ、今週からね、週、週1回は無理で、もうまあ、2、3週間に1回ぐらい、まあ、どうしても見たいがまあ、見ようかな、なんて思って、まあ、これはね、 うんと来週の水曜日、ゴールデンウィークの、ね、連休の真っ只中ですけども、えっと、まあ、なるべく早い時間の上映を、まあ、いい席で、いい席で、もちろん、ハンカチ片手に。そう、まあ、私は、あの、うん、と割合とね、どの映画でも見ると、もうちょっとの感動で号泣するんですが、まあ、間違いなく最初から最後まで、まあ、号泣しっぱなしじゃないかなと思う映画なので、 まああの、えっと、ちょっと大きめな、まあタオルの方がいいかもんね。あの、ハンドタオルじゃ足りない多分。えっと、フェイスタオルぐらい持ち込んで、まあ見に行きたいなと思ってます。はい。そんなわけで今週、最後の映画は、アキナちゃんの伝説のライブ映画となります。さあまあ今週もあの、えっと、終わりの時間に近づいてきましたが、 まあ、長岡のね、t j ョイえー、っと、t は、えー、っと、毎週水曜日が、えー、っと、一律1200円で見れる日です。はい。なので、水曜日ぜひね、あのー、皆さん映画家で、に足を運んで、えー、っと、見たい映画をまとめてみてください。私はね、過去一回、一日で6作品を見たことがあります。t j ョイ長岡でね。6作品見るってことはもうね、朝から最後まで、えー、っと、ほんと、気並みで、 あの、出たは入って、出たは入っての連続で、まあ、ずーっと映画を見てるって感じなんですが、まあ、正直おすすめしません。なぜなら、何にも内容を覚えてない。見た順番すら、あやふや。<laughs> 見たっていう達成感だけ。そう。まあ、それでも1200件だったらね、えっ、ー、と、6000円ぐらいなもん、6000、6じゃない、7000円ぐらいなもんなので、えっ、ー、と、ま、お得っちゃお得なんですが、まあ、ね、あの、映画館で、1日で、ま、見て、 まあ3本ったらまあもうお腹いっぱいですね <laughs>。そう。まあ2本、多くて2本。まあ毎日1本ずつ見れればね、本当幸せだと思うんですが。 あの、うとまとめて見る方は、まあ、できれば二本か三本でやめといた方がいいと思います。<laughs> はい。で、まあ、あの、毎週水曜日が千二百円で見れるし、えっ、ー、と、スマホアプリと、うんと、なんだっけ、えっ、ー、と、ウェブ上で予約を入れるた場合、えっ、ー、と、 火曜日と木曜日も1300円で見ることができます。で、現在はあのスマホとあのアプリで予約されている方は、まあね、2日前から予約できるんですけども、あのその場で自由に好きな席を選べますし、もちろん空いてればね。で、えっと、そこに QR コードが付いているので、えっと、映画館に行って QR コードね、今入り口のところ QR コードでピッてしないと入れてもらえないので、その QR コードを見せる、あのピッてするだけで入れます。 はい。なので、あの、チケットを予約したからってチケットを印刷したりとか、そういう手間とことはありませんので、まあ、ギリギリ行っても自分の席は確保されてます。なので、ぜひね、皆さんに予約して行かれるといいと思います。はい。そう。私は、あの、見ようと思う。まあ、例えば水曜日、今度見ると思ったら、もう日曜日の時間変わった瞬間に、一番最初に見たい席をもう予約してしまいます。はい。 ま今回はね、アキナちゃんの映画なので、もう日曜日のもう切り替わった、月曜日に切り替わった瞬間にもう席を予約して、まあ、ど真ん中で、ど真ん中で、ど真ん中でもうアキナちゃんのあの声をもう心に、あの、もう、染みつけてこようと。私のハートにしっかり刻み込んでこようと思ってます。まあ、そんなわけで、今週もここまでとなります。 この配信は、えっ、ー、と、YouTube ポッドキャストチャンネルヒルビル放送局の、えっ、ー、と、マコネが、まあ、プライベートでね、えっ、ー、と、Facebook かしグループに掲載することを前提として、映画情報をお送りしています。はい。まあね、あの、うんと、まあ、すぐに行ったわけじゃないんですけども、うんと、そうですね。まあ、現在ちょっと機材、機材が揃ってなくて、なかなかできないんですが、 まあ、できれば、できればね、これ、あの、ライブ配信したいんですね。はい。今は収録したのを、えっ、ー、と、配信してますが、まあ、できれば、あの、うんと、ライブで、えっ、ー、と、やれるようになったらいいなと思っています。あの、長岡市グループの規約上を、まあ、今の規約を見る限り、まあ、ライブが可能、 だったんんじゃなないかなと思うんですが、まあ、規約をもう一回見直してライブが可能ならばライブでこれをあのやりたいと思ってるんですが、まあ、それはまだまだ先のお話そんなわけで今週もえっ、ー、と箱根映がお話しさせていただきました是非皆さん、えー、と長岡シネマチャオジャーナルない日長岡えっ、ー、と TJ 長岡に皆さん足を運んで是非ね映画を 一本でも二本でも映画をご覧ください。必ず皆さんの心のどっかに突き刺さる。どんな映画でも必ず皆さんの心のどっかに突き刺さる素晴らしい映画ばかりですので、ぜひ映画館で会いましょう。ま,こねでした,また来週。